いつ起こるかわからない災害への備えはできていますか？今月は土砂災害防災月間です。土砂崩れなどの危険が高まる梅雨や台風シーズンに備えて、玉野市では土砂災害に警戒する地域の点検を行いました。1時間にですね、50ミリも60ミリも降るとですね、やはり結構あふれる危険性もありますので、調査には玉野市の職員をはじめ警察、消防など合わせて10人が参加しました。今回点検したのは山あいにある小学校、中学校の周辺です。この2つの学校は土砂災害警戒区域内にあり、大雨の際は土砂が流れ込む危険性があります。危険があるということで特別警戒。こちらはどういう危険が潜んでるんですか？そうですね、山際からですね、頂上に向かって傾斜が30度以上ありますので、崖崩れの危険箇所ということにですね、指定させていただいております。現在玉野市内で土砂災害警戒区域に指定されている場所は378箇所あります。玉野市ではこのように危険箇所を点検していくことで、今後の防災情報の更新に役立てていきたいとしています。要配慮施設、小学校ですとかグループホームですとか、そういったところの安全確保には努めていきたいというふうには考えております。このような行政による作業の一つ一つが、災害から住民の命を守ることにつながっています。実は私、防災について勉強して防災士の資格を取りました。自ら率先して避難を呼びかけたり、また命を守るために助け合ったりすることを、この防災士の勉強で学びました。さて、災害から命を守るために必要な3つの助、皆さんご存知ですよね。助ですね、助ける、はいはい、ありがとうございます。こちら、行政などによる今回のような防災への取り組みは公助と呼ばれていて、他に地域の人など周りの人と助け合う共助、さらには自分の命を自分で守る自助があります。今日はそのうち自分で命を守る自助に必要なものをご紹介します。それがこちら、ハザードマップです。ハザードマップですが、多くの方はご存知だと思いますが、実は自分のエリアのマップを見たことがないという方も少なくないのではないでしょうか。例えば今日映像に出てきた中学校ですけども、ハザードマップで見てみますと、このように黄土色で、囲われています。色は変わってますよね。ここ、中学校、小学校なんですけども、ここは大雨の際の土砂災害に注意しなければならないところを、示しています。この黄土色というもの、つまり大雨の時には避難するのは、この地域の場合は中学校は危険ということなんです。ではどこがいいのかと言いますと、こちら拡大していきますね。ここのですね、ちょうど黄土色に囲われていないこちらの市民センターなどに避難することが重要なんです。土砂災害など大雨の時には、こちらの市民センターに移動するのが適しているんです。こういったですね、ハザードマップでは災害の種類によってどこに避難すればいいのかというのが一目瞭然で分かるんです。だからもう家の近くだからといって、じゃあそこにすぐ避難しようというのじゃなくて、もう雨だったら、土砂災害だったらここ、 それから津波の時はじゃあここに逃げた方が安全だなっていう、そういうふうにある、ハザードマップで示されているということですね。そうです、明確で分かりやすく示されているんですよね。ちなみにこの中学校、小学校は洪水の時には避難していいということにはなっています。そういうことなんですよね。ただ土砂災害の危険があるとですね、こちらの市民センターに移動してください、ということなんです。日頃からハザードマップを見て、家族でどこにどのように避難すればいいか確認しておくことが非常に重要になってきます。災害時に自分の命を守るきっかけになればと思います。このハザードマップ、お住まいの自治体のホームページなどに掲載されていますので、今日から、早速プリントアウトして、災害時の命を守る行動について考えてみてください。